こんばんは、旭ヶ丘町内会の久保でございます。今日はですね、運営部の役員会がありまして、18時過ぎからですね、私会場で待っていたんですけども、18時半ぐらいからですね、各部の運営の方、あと役員の方がいらっしゃって、活動報告とですね、あと予算のお渡し、それから連絡事項をペーパーでお渡しすることができました。その際ね、多少の雑談はあったんですけども、お一人当たり、そうですね、2分か3分ぐらいで、お引き取りいただくという形で、入れ替わり入れ替わりですね、各部の役員の方がいらっしゃいました。で、欠席を事前に、申し込まれたかと思います。もう1年間活動はありませんので、今日は欠席しますということでご連絡いただきました。ありがとうございます。その他ですね、参加がちょっとね、なかった方が3個ぐらいあったかな。交通防犯部、体育部、福祉部は今のところ活動報告もないのと、あと予算のお渡しができてないところがね、ございます。そこがですね、一つありまして、どこだったかな、これですね、福祉部ですね。福祉部の方はちょっと予算をね、お渡ししたいと思いますので、明日の定例会に来ていただいたら、5月10日の定例会に来ていただけたらお渡しして終わりということになりますので、よろしくお願いします。その他ですね、活動の報告をいただきたいんですけども、やっぱりね、現在のような社会情勢になってくると、5月とか6月っていうのは予定が組みにくくなっております。それから7月8月もどうなるのか、なかなかね、決められないと思いますから、仮の予定ということでも結構ですし、変更が前提なんだけどって形でもいいですし、無期延期という形でもいいんでね、何かしらのご報告いただければと思います。そのための今日は運営部会議でございましたんで、事情をね、よく鑑みてくださった方ばかりで、本当にスムーズに終わりまして、本当にね、何ですかね、19時からスタートの予定だったんですけども、19時5分にはもうね、全部終わっちゃったということで、それから私10分ほどお待ちしていたんですけども、どなたもいらっしゃらないということで、会場をね、窓をバーンと開けたの閉めて、帰らせていただきました。会場にはね、消毒液とマスクも設置しておりまして、なかなかね、入手がしづらいという状況らしいんですけども、全然通販だったらいくらでも買えるんで、私の方で用意していたんですけども、ご利用になる方いなかったということでございます。はい、運営部の会議、そうですね、報告は以上ですね。はい、以上でございます。では、明日定例会の方でお会いしましょう。